毛細血管。動脈と静脈の間に挟まっている。正確にはさらに、動脈と毛細血管の間に細動脈が、毛細血管と静脈の間に細静脈が、それぞれ挟まっている。毛細血管は、動脈と静脈の間をつなぐ、ひらな目筋を書く血管である。太さは5から20メートル、多くは7メートル前後で赤血球が、ようやくすり抜けられる。 壁の厚さは0.5メートルでありガスの拡散に十分な薄さである。個々の長さは通常50メートルもないほどである。これらの細い血管は体中の血管の約90%以上を占め、総延長は10万キロメートルを超える。毛細血管のすぐ手前の動脈の部分を小動脈、すぐ先の部分を小静脈と呼ぶ。小動脈と小静脈の壁にある。 平な目筋は、次第にまばらになって、平な目筋を書く、毛細血管に移行する。毛細血管のうち、動脈に続く、やや太い部分を、動脈性、静脈に続く太い部分を、静脈性毛細血管という。さらにその下流の部分を毛細血管後細静脈と呼ぶことがある。平な目筋の有無を毛細血管と定義した。 倍上脈性毛細血管と症状脈の境界を定めるのがしばしば困難になる。後計150メートルくらいまで平滑筋が存在しないこともある。症動脈毛細血管症状脈が単純な罠をなして接続するのは神秘乳頭や粘膜層の乳頭などに限られており、多くは複雑な網をなす。また症動脈の末端部の平な目筋である。 毛細血管前活躍筋が収縮、弛緩することによって毛細血管網の血流が調節されていることが多い。内分泌腺の毛細血管は非常に密に分布している。潜細胞からホルモンを受け取って全身の血液に乗せる役割を担っているからである。抗議の内分泌腺とみなされる肝臓でもこのことは同じである。多くの内分泌腺の繊細胞作や 関西防作の間を走る毛細血管は多少とも太くなりホラ様毛細血管と呼ばれる。ホラ様毛細血管では血液はゆっくりと流れるので物質交換には非常に都合が良く、心筋や骨髄でも認められる。毛細血管の壁の構造は内皮とその規定膜からなり、この二層を通じて血液と組織の間の物質交換が行われる。 したがって、代謝の盛んな組織である、黄門筋や脳の開白質では、毛細血管の分布密度が非常に高い。また、内皮細胞のさらに外側に周側細胞が認められることもある。脈管系の上皮を内皮という。毛細血管の内皮を構成する、内皮細胞は薄い板状であるが、核の部分だけが厚く盛り上がっている。細胞の前傾は、 血管の方向におむね一致してやや長く伸び、角もこの方向に長軸を向いた小番型である。毛細血管の横断面を見ると、細胞の1個が指輪のように全周を抱くこともありに、3個が繋がって全周を囲むことがある。内皮細胞の境界線を観察するには、古くから硝酸銀による方法が用いられる。腸管膜などの膜片組織を硝酸銀液に浸し、 あるいは血管に銅液を注入した後、光にさらすと、銀粒子が積出し、内皮細胞の境界に沈着し、これを黒く染める。硝酸銀液を血管注入し、光、または現像液で処理した後にレジンを注入し、型を操作型電子顕微鏡で観察すると、内皮細胞の境界線がわかりやすい。 内皮細胞の内空面を操作型電子顕微鏡で観察すると多数の長さの不揃いな微線網が生えていることがある大血管にも小血管にも見られるこの微線網の意義は不明である内皮細胞を透過型電子顕微鏡で観察すると核の近くにゴルジ装置があり両者の間にしばしば中心固定が見えるその他核周囲部にはミトコンドリア 若干の素面小包体、有利リ,リボゾーム、少数の水飼い固定がある。細胞質の薄い部分には飲み込み感応や小胞が通常見られる。内皮細胞の中間系フィラメントは、微面ン,ンが豊富で、細胞骨格として内皮細胞を機械的に支持している。また、規定膜との接着にも重要な役割を担う。微小管は、核の一端に極在する中心固定から出て、 細胞の長軸を沿って走っている。血管内皮の細胞間には多少とも接着装置が存在する。しかしその発達は血管の種類や存在部位によって大きく異なる。血管の透過性は密着結合の発達の程度によって影響を受けると考えられている。血管の透過性は脳血管では低く、脳以外の組織では透過性は高い。 脳の血管内皮は強固で連続的な密着結合を形成し、物質透過を遮断しており、血液脳関門と言われている。対照的に骨格筋の血管内皮では密着結合の発達が悪く断続的であるので物質の透過性が高い。内皮細胞のマーカーとしては CD31, CD34, CD36, レケイマイナス1などが知られている。 通常の毛細血管では内皮細胞を外から抱くように周側細胞と呼ばれる細胞がある。これはアクチンとミオシンに富み収縮能力が推測されている。同時に繊維目細胞の性質も兼ねコラーゲン酸質する能力を持つ。内側も外側も規定膜で包まれており、細胞質には少量の素面小胞体とミトコンドリア、若干のフィラメントが見られる。 操作型電子顕微鏡で規定膜を誘拐除去した毛細血管を見ると、この細胞が長い樹脂状の突起を血管壁に這わせていることがわかる。周側細胞の典型的なものは毛細血管の縦方向に長いし突起を伸ばし、その側死が血管に取り巻く。細胞は毛細血管の分子に沿って突起を伸ばしたり、近隣の2つの毛細血管にまたがったりする。 小動脈を包む臨場の平らめ筋繊維と毛細血管を抱く周側細胞とが形態的な移行を示す操作型電子顕微鏡像があり、両細胞の相動性と連続性を支持している。周側細胞の機能としては収縮能力をもって血流を調節することが考えられる。筋フィラメントやアルファアクチンの量から見て小動脈の平らめ筋より、 緩やかな収縮をすると思われる。しかし広く枝を広げた一個の周川細胞が収縮すれば局所の微小循環に与える影響は大きなものがあると想像される。また周川細胞は毛細血管の申請とその終了の調節をしている。非連続性毛細血管以外の毛細血管の内皮細胞の外側は規定膜で囲まれている。 規定膜の外側は蘇生結合組織で、そこには一般に、コラーゲン細繊維の間に、繊維目細胞、マクルファージ、下流球、時に肥満細胞や形質細胞が散在する。毛細血管の横断面を、透過型電子顕微鏡で見ると、周側細胞は、半月型を示し、内皮細胞の規定膜が二様に分かれて、周側細胞を内側と、外側から包んでいる。 毛細血管の壁は血液と組織の物質交換の場である。この壁がいろいろな物質透過させる性質内視能力を透過性という。一般にタンパク質のような高分子物質は毛細血管壁を自由に透過できない。こうして結晶のコロイド浸透圧が生じ、それが毛細血管の内圧をなしている。しかし現実には様々な高分子物質が 毛細血管壁を通過する。高分子物質の通過は小分子物質の通過とは気候が異なると考えられている。パラーでの説の学説が広く支持されている。この説では内皮細胞の飲み込み症法によって液滴を飲み込み、それを運んで反対側の表面に吐き出すという気候によって、高分子が毛細血管壁を通過しうるという考え方である。 この考え方には反論があり、内皮細胞を貫くコスガがあり高分子がそこを通過するという考え方もある。毛細血管後細状脈の部分は血液の液体成分やコロイド状の物質が最も透過しやすい場所として知られる。ここでは内皮細胞の密着結合に3から6ナノメートルの隙間の生じていることが多い。 ヒスタミンの作用でこの細胸薬の内皮は一層広く開き、多量の液性及びコロイド性の血液成分が組織内へ出て局所の不死を起こす。かつては細胞境界上に症候が存在しては、血球の通路になると考えられていた。2017年現在、白血球は毛細血管の内皮細胞の各周囲部に一過性の穴をうがって通過すると考えられている。 白血球が毛細血管の外に浸潤する機構には多くの接着分子が関与している。第一段階としてセクレチンを発現している。白血球が炎症部位の血管内皮が発現する別のタイプのセクレチンと動作を介して緩く結合する。その結果、白血球は内皮に軽く粘着して血流に押されるようになり、ローリングを引き起こす。 第2段階として、内皮表面のアイカム -1 と白血球のインテグリンが強固に結合し、内皮細胞と規定膜の一部に穴をこじ開けて、血管の外に移動する。毛細血管は、内皮細胞と規定膜の構造によって、以下の3つに分類される。3種類の毛細血管を示す。連続性毛細血管は、骨格筋組織や中枢神経系など多くの組織に、 見られるので筋型あるいは中枢神経型の毛細血管と言われる。細胞質は薄くなっても100から200ナノメートルの厚さがあり窓は開いていない。隣接する細胞との境界のところで両細胞の円がめくれ替えるように変円だを作ることが多い。内皮細胞の外側は完全に規定膜で取り巻かれる。内皮細胞の間には密着結合が存在するが、 その程度は期間によって異なる。内皮細胞の細胞質を横切って、両方性に巨大分子のトランスサイトーシスを示す、多数の症法が認められる。連続型毛細血管が毛細血管で最も一般的なタイプであり筋組織、皮膚、結合組織、肺、外分泌線、胸線、神経組織などに存在する。連続性毛細血管を持つ臓器では、 分子量が 1K 以上の水溶性の物質は、ほとんど血管外に移行できない。内皮細胞の細胞膜に溶け込んで、血管壁を透過する、新油性物質を除けば、連続性毛細血管の内皮細胞の物質の、透過は、ピノサイ糖質症法、または細胞感激、または細胞を貫く水で満たされた通路の3つの、経路のうちいずれかによって起こる。 連続性毛細血管の内皮細胞には半径約6.7から8.0ナノメートルの昇降と20から28ナノメートルの大きな穴の通路の存在が示されているが、それぞれ解剖学的にどの構造に相当するのかは明らかではない。低分子化合物は浸水性が高くても昇降を自由に通過できるので連続性、毛細血管であっても透過性は高い。 有層性毛細血管、または窓開き毛細血管では、内皮細胞の各周囲部以外の部分が非常に薄く、多数の丸い、計50から80ナノメートルの穴、または窓が開いている。血管の内外の物質等下の盛んな部位に見られる。すなわち有層性毛細血管は、腎臓、腸管、脈絡層、内分泌腺など組織と血液管での迅速な、 物質交換を必要とする臓器で見られる。窓には薄い角膜が張っているのが一般的であるが人子球体にはこれがない。角膜は単位膜構造を取らず、細胞膜よりずっと薄い。その科学的正常も働きもわかっていない。操作型電子顕微鏡で見ると、窓開き、毛細血管では各周囲部の膨らみから細胞質量が放散しつつ、紛合し、それによって 窓が分布する領域が縁取られている。この方の毛細血管も内皮細胞は規定膜によって完全に取り巻かれている。窓も規定膜で裏打ちされている。非連続性毛細血管は細胞内と細胞間に大小の穴がある方の毛細血管で肝臓の類移動に見られる。内皮細胞内の感激は円形や卵円形の穴で計1メートルを超えるものから 50ナノメートルほどの小さい穴まである。小さい穴は、ふるいのように集まる傾向がある。細胞間の接合は、部分的に緩やかでしばしば1メートルを超える、細胞間隙を作っている。この型の毛細血管では、規定膜に相当する物質が、まばらに、内皮細胞の外側に存在するだけで、規定膜は、連続的な層をなさない。類膜は、ほとんど、 不連続な規定膜しかなく他の毛細血管よりもはるかに大きい。30から 40M という直径を持つことで血流を遅くしているという点で通常の毛細血管と大きく異なる。非連続性毛細血管は肝臓、脾臓、一部の内分泌器官、骨髄などで見られる。非連続性毛細血管を持つ臓器では 100K だ、程度の高分子でも 容易に血管外に移行できる。通常は、細動脈からの血液は、毛細血管へ流入し、そして細胞脈へ流出する。しかし、腎臓の糸球体と門脈系は、標準的配列とは異なる。ありがとうございます。